どうも、お疲れ様でございます。ご質問ありがとうございます。じゃあ、二つ目の回答をさせていただきます。レジサポ転換についてですけども、えー、例えばね、トレンドがこのように発生しているのは、まあ、お分かりだと思います。トレンドの中にもインセ線ンと要線が入り混じってるんで、この中にも言ってみればね、あの、レジサポの指標ってのはあることはあるんですけども、ただ、こうしてみると、 大きな流れとしてギザギザしていても一方向に進んでるんで上昇圧力が継続してるというふうに考えます。しかしどこかでね、この値、ね、動きってのも必ず終わりを迎えます。なぜなら、倍、つまり買いで貯めていたポジションを決済する時は来るからなんですよ。で、一番最初の大きな決済はここですね。決済すると当然上昇圧力がその分だけ弱まりますから、 下落の方に進むってことになります。そしてこの動きを見て、後追い決済をする人もいる。利益を確定する人もいるので、えー、基本的にはね、下落の速度っていうのは早まっていくんですよ。だから、陰線っていうのがどんどん大きくなってるのが見えると思います。まあこれは健全な後追い。健全ってのも変ですけどね。後追い決済の人が出てきたかなってところです。えー、そして決済がしばらく続くと、売りに対してまた新しい買いを入れる人がいるんですよね。ですんでこれもいつか、 終わってですね。あの、ここまで行ったりしないわけなんですよ。もっとここまで行くこともありますけども、今回はそうじゃなかったってことですね。様々なシチュエーションで、どこまでこの買いの後の売りが止まるのかってことは、あまあ私たちにはね、予測不能なところで決まってきます。で、今回はここでヒゲを出して上の方に行きました。そしてその後包み足を出してますね。で、これが第一の力点、ここで止まってるってことなんですよ。 で、これがレジサポ転換を、しなかったってことですよね。レジスタンスラインといって、ここが抵抗になって、ここで売った人がいた。それを意識して、新しい投資家さんも、ここで、えー、こう、購入、売却の意向を変えてですね、右へ習いで、みんな、またこっちの方向に、えー、決済の判断を委ねたわけですね。で、新規の売りも当然入ります。 でまた同じところで同じように値動きの変換が起こるだろうと私たち投資家は予測しますですんで買いが入った時もこういうふうにいった時もね行ってここまでだろうってまず思うんですよもちろんここを突き破っていったらレジサポ転換って言って今度はここがあのレジスタンスじゃなくてサポートラインになります サポートってのはどういうことかっていうと、ここで寝動きが変更があっても、ここにね、ぶち当たった時に、もう下に行かないんですよ。サポートされちゃって。だから上の方には行くけど、ここを破って下には行かないよねってことで、ここで反転を取る場合もあります。つまり、ここまで来たら、倍で取るってことですよね。で、こういうのがね、ある一定期間続くんですよ。で、さらには、ちょっとはみ出しても、結局、下の方にまたね、潜っていくってこともあり得るんで、 この値動きがたくさんある中でね、一番最初に折れ曲がったところが、まあ、いわゆる力点になります。だここをチェックしておくことになります。そうするとある一定期間、レンジが引けたりするわけですよね。まあ、そのレンジの上底過程をまたどこで引くかってことも問題になってきますけども、例えば跳ね返った一番最初の力が集まったところがここですよね。で、ここはちょっとそれに比べると、手前で反転したってことになります。 まあでも、おおね、このあたりが、レジサポの転換をするゾーンになってくるっていう考え方になります。そうなると、こっちの状態もこういうふうに、ある一定期間をくくることになるんですよね。だから、レンジナイオプションってのができます。ここに来たら、セル。ここに来たら、バイってやつですよね。レンジオプションの攻略方法です。しかし、先ほどもちょっとお話したように、常にここで跳ね返るわけではありません。時には突き破って、 突き破ったんだけど戻ってくることもあります。そして突き破ってレジスタポ転換してもう戻ってこないこともあるんですよ。こういうふうにね。これもう戻ってきてないですよね。だから、この部分ではレンジナイオプションを組んでる人は、ここはロスカットを食らうことになります。ここもロスカットね。ところがトータルでレンジナイオプションを組んでる限り、利益を取るポイントの方が大きいからトータルで勝ち越せるってことになるんですね。はい、まあ大体レジスタポ、 に関しましてはこんな感じですね。えー、レジサポ転換が始まるところ。ここは大きなレジサポ転換が始まるところっていうふうにね、二つ目のご質問いただきましたけども、あの、一番最初に力点を決めたら、横に伸ばしてレジサポ転換が始まるところっていうふうに考えると、こことここでレジサポ転換が始まるから、ここでね、反転狙いができるってことになります。で、両方ともこの二つの反転狙いは、 成功してるっていうことがね自己解説できるわけですね同じように下でもここでの反転は取れるわけなんですよまあここはロスカットを食らっちゃいますねでもねここはねロスカットを食らっちゃいますでロスカットを食らったら基本的にはレジサポ転換なんでブレイクとして売りで仕掛け直す売りで仕掛け直すってことによって受けたロスカットを取り戻してなおかつブレイクでさらに大きな利益を追求するってことにもなりますね はい、ちょっとゆっくり解説しましたけども、どうだったでしょうかこれでもうまだ分かりにくいようでしたら、まだね、あのー、細かく解説しますので、ご遠慮なく、いくらでもご質問ください、えー。それではこれからもよろしくお願いします。